ツイッターでめちゃめちゃいいハッシュタグ見つけてさ、おハッシュタグ大切な人に触るなを自分風に言ってみろ。かあ、いいね。好きでしょこういうの。いやいい予感がするね。こういうの、まあ、ちょっと一個例を出すと、うん、ねえあなた今その人に何しようとした？ちょっとしたお仕置き？その人私の大事な人なんだけど、あなたごときが触っていい人じゃないよ。黙れお前がな。さっさと私の目の前から消えるゴミが。てんてんてん。我ながら怖。あ、くれよこういうの、どん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 くれよ。禁断症状、あれもう摂取しないと俺生きていけなく体になっちゃったから。我慢でー。こういうのがいっぱいあってさ、これはもう暗黒美少って感じだね。そう、まあ、ちゃんと俺厳選しました。今回マジ釣りゼロです。いいねー、よいしょ。でね、まあ、普通に読んでも面白くないじゃん、うん、一個だけ俺が考えたやつ紛れてる。最後にどれが俺が考えたやつだったか、はいはい、あ、当てて。当てるんだ、うん、いいよいいよ、全然当てられると思う。いいすか。俺だってたくさん本物見てきてるから、もう、うん、素人が考えた文章なんて俺はもうすぐ見抜けます。本物はすぐ見抜ける。じゃあ間違えたらツイートして、その俺が考えたやつ。あー、マジ？お前が考えた痛いツイート俺がしれっとツイートしなきゃいけない、うん、めっちゃ困惑されるよ。まあでも、うん、まあ、自信あるんで別にある。いいです、返り討ちにしてやるわ。前後の記憶が飛びます。記憶なくなりがちだよね。気が大きくなり口調が変わる。かっこ二重人格とかではない。かっこ閉じ。時々サイコパス化。うわ、上下関係なし、問答無用。かっけえ。喧嘩両成敗。何それ。いろんなね、熟語が並んでるね。とにかく徹底的にやるのみ。うわ、うん、こんな感じかな。かっけえ。なんか自分の CV とかも設定しちゃってそうな感じね。記憶飛びがちなんだよな。そうそうそう、絶対切れた時記憶ないがもう定石だからね、こういう人たち。いや、いいね、こういうツイートしてたことの記憶も消えるといいね、将来。忘れたくなるだろうね。絶対消したい記憶になるからな、これが一番。こいつ俺のだから、かっこ冷たい笑顔、かっこ閉じ。その汚い手どかしてくれるかな、かっこ少し声を低くする、かっこ閉じ。ここら辺で相手がちょっと焦り出す。 W あんまり舐めてると丸しちゃうよ。おい、丸しちゃう、うん、これ言うと相手涙目になる。いいね。ちなみに俺って言ってるけど女な。全部のせい。全部のせいだね、うん、本当になんか豪華な海鮮丼が出てきた時みたいな嬉しさがあるね。俺っ子なのもいいし、かっこ冷たい笑顔もいいし、丸しちゃうもいいし。でもまあ俺レベルになるともう雰囲気でわかるからね。これほんま、もう文章の雰囲気でね、ツイートに赤いメガネがうっすらかかってる。本物だから。横長の赤いメガネがね、スンってツイートにかかってんだよ。これ女オタクメガネな。女オタクメガネが小4くらいからかけてる、どう強い横長の赤メガネが今浮き上がってるんで、これは本物です。おお、やんのか。その人に触れるなって言ったよな。その人に触れていいのは死ぬ覚悟があるやつと俺だけだ。お前触れたっていうことは死ぬ覚悟できてるんだな。じゃあ殺してやるよ。おお、あれうち男じゃないのにな、なんで口調こうなるねん。いや、これもちょっとわからんね。本物すぎる。やっぱりクラスではどんな立ち位置なんだろうな、こういう女の子って。普通に隅っこで休み時間お絵かきしてんのかな。うん、東京リベンジャーズとか。それを男子にからかわれたことが1回か2回あって、それきっかけで男子嫌いそうだよね。うわー、え、何書いてるん、え、林下何書いてるんこれ。え、見て見て見て、本当に本当にやめて、本当にもうやめてみたいなのが、年に1回くらいそういう女オタクが切れるイベントがあるからね。学年中に噂回るやつね。伝説になるやつ。そうそう、伝説になるやつ。あのなんか地味なあの人切れたらしいよみたいな、シャーペンで刺そうとしたらしいよみたいなさ。女オタクが切れるのめっちゃ面白いイベントだよな。この子は私の子だから触んないでくれるかな。次触ったら消すからね。消すからね。消す。正直今までで一番怪しい。これはわかるぞ俺は。おこのくらいのショートなスパっていうのは、ね、うん、割とお前考えそうではあるんだよ。これ第一候補かも。第一候補。浮かび上がってくるメガネもちょっと違かった。これだった。これ俺の。これが浮かび上がってきたよ。本当？うん。もうその人に触ったらどうなるか分かってるんだろうな。近づくんじゃねえよ、ぶん殴るぞ。かっこ相手を睨みつけながら圧をかける。かっこ、かっこ、かっこ好きだね。かっこ好きだね。これも結構平均、うん、平均ではあるよね。平均的ではあるね、うん、命に嫌われてそう。俺は命に嫌われてそうだぞ。だからこういう女オタクくんがさ、うん、紅白でマフマフが出た時のリビングの感じめっちゃ見たいな俺。お前これ好きなやつちゃう、好きなやつだろお前の。違うからね、静かにして見てるからみたいな。このあのマフマフが紅白で出てきた時の年末のあのリビング見たいです俺。マフマフ終わったらお父さんにすぐライジンさせられるんだよな。あーライジンに帰る。
お父さんと仲悪そうだよな。でもアニメイトまで車で連れて行ってくれるってなったら乗るからね、助手席に。助手席もなんかイヤホンつけてそう。あ、助手席にイヤホンつけてんだよな、かわいそう。お父さん髪っぽいなとか流れてるんすかね。髪っぽいな。私の天使ちゃんにドブから直接出してもらって触らないでくれる。天使ちゃん、そうそう、離して。オッケー、ありがとう、メンヘラ。あれ、これも候補としてちょっと控えさせていただきます。なんかこれちょっと変化球じゃん、変わり種じゃん、まあなんかお前のことだからこういう角度で攻めてくる可能性もあるな。あるかもね、こういうタイプの文体の女オタクさん、アシュもいるか。若干メンヘラ入ってる系のね、通話会話。あー、はい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 、これは躊躇なく生物とかに手出しそうだね、この感じの女とか。あ、あのアルファベットで書いてね。割と躊躇なく手出す女の子ってこんな感じの女オタクな気がするな。勝手なあれだけど、全然躊躇なく塾の先生とかでカップリングしそうだな。あ見えた見えた見えた。あ、そういう系ね。見えた。オッケー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 。あ、これは実在します。あ、今自分の中でが点がいったわ。それ系の女だ。生物抵抗ない系の女だ。これ学校のパソコンの壁紙をミクにしてたら陽キャに。お、5等分の花嫁背景は陰キャすぎだろ、ね、わらわらわ、はいはい、いや陽キャ知らんからね、そんな、うん、俺一旦無視する、うん、ミクってやつとか何がいいんだよ、わらわらわら。うわー、そんなテンプレ陽キャいるか。胸ぐらつかむ。おお、いったれ。ミクのことあんま悪く言うなよ、殴るぞ。おお、陽キャ急いで逃げる。やってやった、星。うおー、よっしゃーよっしゃー。98点、96点、95点、97点、98点、99点。いや、これはミルクボーイ出たね。余裕でかましてやりましたみたいな余裕感もね。あー、気持ちいい。これその学校のコンピューター室っていうのも最高だね。これはいいですよ。陽キャがそんな言葉の悩みとか知ってるわけないしね。これはちょっと妄想ワールドだね。でも割とデスクトップ画像を勝手にちょっと変えて生きるみたいなのはリアルでやってそうだけど、まあ、ありがちだけど、ね、そこまではやり、俺もコマンドプロンプト開いて生きてたもん。いや、どうすか今のところ。いや、今のは本物だと信じたい。これはね、あれは実在しててほしい。釣りだとしたら釣り針でかすぎるし、まあね、これは本物であってほしいっていう願いもあるけど、いやお前が考えてもいそうだな。いや、正直俺結構自信あるとか言ったけど割とむずいわ。やっぱいっぱい候補あるな。次最後なんだけど、当ててー、これマジで。今週立て続けに知人が3人亡くなった。そのうちの1人はまだ60代の女性、1人で海外旅行に行っちゃうくらい元気な方だったのに、先月ワクチンを打ってから体調が優れないと相談を受けていた。さすがにもうみんな気づくべき、大切な人や家族を守れるのは気づけてる私たちしかいない。今朝もイベリメクチン飲んで仕事行ってきます。ハッシュタグ大切な人に触るなら自分風に言ってみろ。これは何ですか。あの、絶対 お前が考えたのこれでしょ。てか、お前のお母さんでしょ。世界人体実験に。え、なんて。2013年に行われた mRNA ワクチンの治験で20万人が対象になったんだけど、今の生存者5人。うん、どう思う。え、なるほど。それでお前打ったの。まあまあ打ったかな。ちょっとマジ帰って。いやいや、だって真面目に考えた俺バカみたいじゃん。あ、やべ、これ お母さんのツイートだった。いや、だろうな。やっちゃった、時間返すよ。めっちゃ楽しかったのに。まあ、これなんだ。いつものお散歩コースに 5G の電波塔が立ってた。こんな田舎にまで…遠回りしていこっと。いや、お前のお母さんのツイッターマジでこんな感じだよな。 5G 嫌い、半は半マスクみたいなさ。いや、間違えちゃった。そっか、紛れ込んでたな。いや、大間違いだよ。だいぶ飲まれてたしな、お前思想結構。まあ、これは俺のお母さんのツイッターなんだけど、うん、どうする。いやいやいや、最後の決まってんじゃん。いやいや、俺のお母さんだって、これは。あ、これは間違えて紛れ込ませただけで、別にお前が考えてたら別にある。混じっちゃった、ごめん。まあ、正直自信あるのは、まあ、もちろんお前のお母さんのツイッター除いて、コンピューター室のやつじゃないですか。さすがにできすぎ。これはできすぎです。コンピューター室っていうチョイスがなんかお前が好きそう、考えそう。お前がコンピューター室で痛いことした不女子とかね。これはコンピューター室のツイート、これです。さよならさ。さよならさ。不正解。あマジか。いやこれも本物なんだ。まだまだです。はい、これも本物です。すげえ、本当になんか女オタクって本物なんだな。じゃあツイートしてくれる。何、気づかせてあげないとみんなに。え、もしかしてお前のお母さんのツイートの方を俺がツイート。このために YouTube やってきたんだろ俺ら。いや違うと思う。いやいやいや、聞いてた話と違うな。はい、じゃあツイートするよ。はい、はい、え、フォロワー俺ゼロになんないツイッターのフォロワー。どう、みんな気づいてる。いや、気づいてる、気づいてるというか、まあ、困惑はしてるよね。
まあ、お前としては気づかせたいんだもんね、そのワクチンの危険性を。そうだよね。だったらそれに気づいてる人はいないんじゃない。誤解されたらどうすんだよ俺これ。本物？点点はてな。半話？点点はてな。いや結構困惑してるけどな、みんな。どうしてくれんだよこれ。